ベルヘン・オプゾーム行為戦は、オーストリア継承戦争中の工場戦である。七百四十七年、モーリス・ド・サックス元帥を総司令官とする、フランス軍がレーベンダール博の指揮下、ブラバントとゼーラントの境界に位置する、戦略的に重要なベルヘン・オプゾームの要塞を行為した。ベルヘン・オプゾームは、国事少々を支持する、ネーデルランと、オーストリア、イギリス、ハノーファー、 ヘッセン各国の連合軍が守っていた。7年間の凄惨な戦争を経て、双方は疲弊していた。おぼつかないながらも和平工作は進められていたが、まだどちらの陣営にも意義ある情報を示す意図はなかった。ベルヘン、オプゾームが陥落すれば、それは、ネーデルラント側にとって、重大な敗北となり、定置処方への進行を招くものとなる。この行為戦は、 ヨーロッパ中の注目を集め、要塞がフランス軍の攻撃に耐え切ることに自信を抱く、国事証書で結ばれた連合軍と攻略を決意したフランス軍の数々の熱心な報告書がその知らせに続くこととなった。二つの両方の例。二つの確保の例。二種類の大月保の例。ラウフフェルトの戦いに勝利した後、フランス元帥、モーリス・ド・サックスは、工状船の名手、 レーベンダール中将率いる3万名の軍団をベルヘン、オプゾームの行為に差し向けた。サックス元帥は数的劣勢に置かれた敵軍が要塞化された2つの都市を同時に適切に守ることはできないだろうと算段、したのである。サックス元帥の軍団の脅威に直面したマーストリヒトを守る必要に駆られ、イギリス軍司令官カンバーランド公と オーストリア軍司令官、バチャーニのどちらもベルヘン・オップ・ゾームの救援には迎えないと考えた。ネーデルラント軍にとり、これは必要な時に同盟軍が来援しないことの証となった一方、友軍であるイギリス軍は、この戦争においてより大きな努力を求めるネーデルラントの要求を不合理と考えていた。なぜなら、ネーデルラントは、 フランスに対し公的に宣戦していなかったからである。ベールヘン、オプゾームは約5000名の住民と86歳の眼健な総督クロンストレーム対象指揮下の守備隊3000名を要する要塞都市であった。要塞の防壁は約3マイルにわたって5箇所の確保に援護された10箇所の両方に囲まれていた。その間には石像のオズキホに援護された十一箇所のラブリンが あった。周囲のほとんどは湿地であった。またムーアモンとピンセン、ローファースの三つの砦に守られ、残豪に囲まれたローゼンダールの宿営地と北東から町へとつながる残豪線はザクセンヒルトブルクハウゼン公使ルートビヒフリードリヒ、減水式下の不評を20個大隊と、騎兵14個中隊が保持しており、守備隊の強化や救援が可能であった。これらの防衛線や、 西側のより小規模な防衛線によって、ベルヘン、オプゾームは、完全には、包囲できない街であった。さらに、海抜の低さを利用し、防衛線に面した広大な一帯は、ネーデルラント軍が様々な水門や運河を持って、水没させており、そこからのフランス軍のいかなる接近をも阻んでいた。この要塞は、ネーデルラントの偉大な技術者、メンノフォンクーホルンの代表建築である。 そして、難攻不落にして、ブラバントでも最も強力な要塞と考えられていた。ベルヘン、オプゾームはこれに先立つ二度の後位戦に耐え抜いており、一度目は1588年、二度目は1622年のことであった。また、それぞれ砦に守られた航行可能な運河から、船で食料や弾薬の補給を受けることも可能であった。ベルヘン、 オプゾームの守備隊と補給は充実していたので、フランス軍による行為は、低置処方の警戒を即座に招くものではなかった。要塞は海に通じており、オランダ海軍は、フランス側の深刻な妨害もなく、要塞に補給を実施した。フランス側は、行為軍として、周辺の一帯のほとんどを統制下に置いており、同様に順調な補給と増強を受ける。しかし、 連合軍は付近にバルデック・ピュルモント港、カール・アウグスト率いる軍団を排しており、フランス軍の補給線を継続的に脅かしていた。オーストリア継承戦争中の定置処方。ベルヘン、オプゾームは中央の上側に位置する。レーベンダール・ハック・ウルリヒ・フリードリヒ・ボルデマール。要塞の様々な両方、ラブリンやオズキホのすべてには名前がついており、 後位線の間に大砲と九砲を合わせて230門が備わっていた。フランス軍の主要な攻撃はクーホルンとプシレの各両方に集中する。フランス軍の残豪戦に面するクーホルン両方の右側にはアントウェルペン、左側にはディーデンというラブリンがあった。この両方とアントウェルペンの間にはホーランとディーデンとの間にはゼーラントと名付けられた。 オズキホがあった。リーデンの左側には、ユトレヒとオズキホがあり、その左側には、プセレ両ほがある。クーホルン並びに、プセレ両ほの間が選ばれた理由の一つは、そこが他より乾いた土地だったことであり、もう一つは、ベルヘンオプゾームの北西や南東方面と異なり、要塞で、他の防衛線から援護を受けていない、唯一の部分だったからである。そこでは、 この行為戦において最も継続的で激しい戦いが行われることとなった。7月14日の夜、フランス軍は敵団兵10個中隊と不評語大隊に支援された労働者2400名を持って残豪を屈削した。レーベンダール中将は12000名の兵を残豪に廃止、残りの18000名を監視軍として展開した。最初のは、 要塞施設から400歩の距離を置いて、初日の夜間に掘削された。7月17日の夜には2つ目の号が掘られ、7月22日には3つ目の平行号が完成する。砲兵隊も結集し、7月20日にはフランス軍の大砲が守備隊への砲撃を開始した。フランス軍は平行号や行動の掘削を続け、要塞に接近する。 4つ目の平行号は7月26日から28日にかけて完成し、9月20日には防衛施設に対して5つ目の号が掘られた。続いて、要塞の外歩に何度も突撃が完工されたが、守備隊は固く持ちこたえた。また、フランス軍は、革命歩やラブリン、オズキ歩を爆破するべく、地雷をそれらの下に埋め込んだ。しかし、それらは、 ネーデルラント工兵の反撃に遭う。7月25日には、第64不評連隊ことラウドンズハイレンガーズが、ローハーストリレの出撃門から撃って出て、フランス軍の大規模な砲兵陣地を破壊した。この後遺戦の間に、イギリス軍の部隊や工兵、砲兵並びに、少数のオーストリア軍工兵が、守備隊との合流を果たしている。ヶ月にわたる戦いを経て、フランス軍は、 堀の通路に拠点を築く。しかし、フランス軍にとって不運なことに、ネーデルラント軍は、一帯のいくつかのオズキホを未だに保持しており、そこから、フランス軍が占領した通路を砲撃する。ゼーランとオズキホは遊軍であるヘッセンの一個大隊が、守っていた。地雷、突撃と継続的な砲撃をもって、フランス軍はこれらのオズキホから、ネーデルラント軍を追い払う。 クーホルン及びプセデ両方の間では75発の地雷が炸裂し、そのうち43発はネーデルラント軍、32発はフランス軍によるものであり、この通路をめぐる作戦行動の激しさを示している。2ヶ月に及ぶ激戦の末、フランス軍は最終的に主壁を砲撃できるようになった。 サックス元帥は重大な損害に備えて1万2000名の援軍を派遣した一方、守備隊は要塞化された宿営地の防衛線の内側から増援を受けていた。8月8日、バルデック・ピュルモント港からシュバルゼンベルク公使に指揮権が移譲されていた連合軍は、海外を試みるべくザクセンヒルトブルクハウゼン、公使の軍団と共に野州を観光したが、連携が悪く、 成果も乏しかった。それでも、連合軍の撃退は容易ではなく、シュバルゼンベルクは、フランス軍主長部隊の妨害と迎撃を継続し、8月14日には、護送部隊の一つを奪取している。ノルマンディ連隊に所属する1740年代の、フランス兵、ベルヘン、オプゾーム要塞の攻略と略奪。レーベンダールは、秋の雨が降り始めたことから、 町の攻略を急ぐ必要性を感じた。そして防衛施設に開いたいくつかの裂け目が通行可能であるという助言を受けると1747年9月18日の朝、奇襲をかけて町へ突撃したのである。ネーデルラント側の指揮官は誰もこれらの裂け目が通行可能であるとは考えておらず、特に警戒していなかった。守備隊は旧古大隊から構成されていた。 スコットランドのコリアー、マジョリバンクス各大隊及びバルデック、ザクセンゴータ、レーベ、エファートセン、ホルシュタインゴットルプ、ドイツとファンデヒテレンの初大隊である。いかなる障害物をも除去するべく労働者を伴ったフランス軍の戦列は各突破口で準備を整えた。中央には不評隊の主力13個大隊に支援された敵弾兵14個中隊が展開する。 フランス軍の左翼では、クーホルン両方が、敵団兵6個中隊と、不評6個大隊の突撃を受けることになっていた。右翼では、デュー、コアンシー、シャブリアン、ラトラーン各連隊の敵団兵7個中隊を呼び、下馬した、コノエリューキ兵50名が3個後兵両団、砲兵20名と労働者300名を伴う、ノルマンディー、モンボワスイエ、デュー各連隊の第一大隊から支援を受けつつ、 クセレ両方に突撃をかけることとされた。さらに、モンモラン、ロヤルデュベソー及び、ボーボワジ覚連隊の第一大隊が攻撃を支援する手はずとなっていた。不評一個大隊の支援を受ける、アンファンペルデューとも呼ばれる、決死隊は、志願兵200名と敵弾兵2個中隊から構成されており、リーデン・ラブリンを攻撃することになった。午前4時。 ラブリンに短くも激しい砲撃が実施された後、フランス軍的弾兵の文献隊が堀を奪取し、裂け目を突破して出撃門の一つを押し開いた。部隊の残りはそこから内部へ進み、ラブリンの間で隊列を整え、抵抗を受けることもなく、累壁を奪った。それから、フランス軍は各門を制圧し、剣を手に町へ侵入する。守備隊の司令官、 クロンストレーム大将と配下の士官は、その多くが、フランス軍の捕虜となった時にはまだ寝床で就寝中で、あったと伝わっている。ラウドンズ・ハイレンダーズ連隊の旅団は、町の通りで、フランス軍に対して、頑強な抵抗を示し、市場で交戦して、兵力の3分の2を失ったものの、クロンストレーム総督を脱出させることができた。ネーデルラント軍とその友軍は、 この突撃と略奪を通じ、およそ3000名の犠牲を出した一方で、フランス軍の損害は479名に止まっている。要塞の大砲、約200門と、港内の武士を満載した、補給船17隻は露革された。町が陥落した後、町外の防衛船の内側にあった、ローファース、ピン船及びムーアモンと各砦の守備隊は降伏した。この奇襲に続いて、 フランス軍の将兵は、規律を失い、街を略奪した。それはすぐに終わったものの、数千名の住民が死傷したと伝わっている。レーベンダールは遺憾の意を表明したものの、ヨーロッパの世論は激高した。サックス元帥は、レーベンダール中将を擁護し、ルイ十五世に次のように創上した。中間の道はありません。彼を公主刑に処すか、フランス元帥に上すほかありません。 1747年のベルヘン・オプゾームの模型。ベルヘン・オプゾームの攻略をもって、フランス軍はスヘルで川沿いの全域を統制下に置いた。また、この敗北はネーデルラントとイギリス両国政府の不和を招く。イギリス側はネーデルラント共和国に対し過大な軍事的要求を呈したこと、そして同国のフランスに対する、 抵抗力が疲弊していたことを理解し始める。他方、ネーデルラント側は同盟諸国が街の救援に積極的ではなかったことに激怒していた。この街は、ネーデルラント共和国とハノーファー選定綱領,領をフランス軍の侵攻という潜在的な脅威にさらす鍵だったのである。レーベンダール中将は功績に報い、フランス元帥に除せられ、今やフランスは、 スヘルで川沿いの一帯を統制下に置いた。ラウフフェルトの戦いにおける敗北ともども、ベルヘン、オプゾームの疾患はイギリスに交渉の再開とブレダで進行中であった会議への真剣な取り組みを余儀なくさせた。結局、それは1748年の和訳につながっている。スクライン P337 ハット D エスパグナック、イストワール、P329、スクライン、P337、ハットロジ、P271、ブローニング、オーストリアン・サクセション、ピアニッシ三317から319、ザ・ジェントルマンズ・マガジン、ボリューム17、ロンドン、1747、ピアニッシ百328から329、401から402、409から412、 464から465。カスト、アンドゥズ、V2、P121。全ヨーロッパが注目する。ベルヘン、オプゾームの命運は。カスト、アンドゥズ、V2、P121。カスト、エドワード、アンドゥズ・オブ・ザ・ウォーズ・オブザ・オブザ,オブザ・エイティーンス・センチュリー。ボリューム2。ロンドン。1858。P120。ロッチ、P260。ブローニング。オーストリアン・サクセション。 P318 プローニングオーストリアンサクセション P321 D、エスパグナックジーンバティストヨゼフ・ダマーズットでサヒューゴットイストアール・デモーリスコントでサクスドゥック・でカーランドイでセミガーレイボリューム2パリ MDCCLXXV P283 カストエドワードアンドズ・オブ・ザ・ウォーズ・オブ・ザ・エイティーンス・センチュリーボリューム2ロンドン 1858、18 P120、スクライン、フォンテノイス、P335、ロッチ p 2 6 7 1ファット、スクライン、フォンテノイス、P336、ウィッチエ、G、ダイビクグシュトン、シュラクトン、ビレジャーアンジェンウントバーションテストン、ラーゲリフォムヤーレ1708ビス1855、ライプツヒウントハイデルベルグ、 1861ピアニッシモ2 7 2 2 7 5ディ・エス・パグナック・イストワール p 283ブローニング・オーストリアン・サクセション p 319ウィチエ・ G ー・ダイ・ビクグシュトン・シュラクトンビレジャー・アンジェン・ウント・バーシション・テストン・ラーゲリ・フォムヤーレ1708ビス1855ライプツヒ・ウント・ハイデルベルグ、1861 ピアニッシモ、270-275、ブラウン、ジェームズ、エイヒストリーオブザハイラン i アンドオブザ、ハイランドクランズ、ボリューム a 4, グラスゴー、1840、P241、ブラウン、j a イングランド、S、アーティロリメン、アンヒストリカルナラティブオブザサービスオブザロイヤル、アーティレリー、ロンドン、1865、P17、イギリス軍の公平隊、 方兵と共にジェームズ・ブラドックとサイモン・フレジアが行為に参加している。カスト、アンドズ、P120、スクライン、フォンテノイス、P336、カスト、エドワード、アンドズ・オブ・ザ・ウォーズ・オブザ・オブザ・エティーンス・センチュリー、ボリューム2、ロンドン、1858、P121、ザ・ジェントル・マン、エス・マガジン、ボリューム17、1747、 ロンドン、P410、シャット、A486 エンベイワーグナー、P スキュー QC、コピーでアーカイブデラヘイ、D、エスパグナック、イストワール、P327、ザ・ジェントルマン、S マガジン、ボリューム17、1747、ロンドン、P410、サックス減水に対するレーベンダール中将の報告書。ロッチ P290 ブラウン、 A History of the Highlands and of the Highland Clans Vol. 4ピアニッシ四十240-241 1450名は今や330名に減っていた。同様に、ファーガソン、ジェームズ、エド、ベーパーズ・イラストレーディング・ザ・ヒストリー・オブ・ザ・スコッツ、ブリゲード、エディンバラ、1899、P226 には1500名のうち1124名が 戦死したとある。スクライン、P337、オルソー、ブローニング、オーストリアンサクセション、P320、ザジェントルマン、S マガジン、ボリューム17、1747、ロンドン、P410、ブローニング、オーストリアンサクセション、P320、カスト、アンドゥズ、P122、カスト、アンドゥズ、P122、ロッチ P29092、92 ブローニング、オーストリアンサクセション、P329、オルソー、シムズ、スリービクトリーズ、P350、ありがとうございます。